本日の晩酌、こちら。美味しそうなお刺身の一口サイズがいっぱい入っております。マグロにハマチに貝柱、めちゃくちゃうまそうやね。ということで、本日の晩酌はお刺身晩酌でーす。はい、まいりゃでございます。ということで、本日も楽しい楽しい晩酌でございます。ということでね、今日は特選のお刺身でございます。めちゃくちゃ美味しそうなお刺身見つけて。ということでね、今日も生ビールからいってきますよ。グラス、冷え冷え、たまりませんな、これ。いい感じな。もうそこまでね、めちゃくちゃ暑い時期はなくなったんやけど、それでも生ビールやめられませんな、これ。いや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 、最近注ぐのがプロ級になってきたわ。見て見て、ええ感じ、めっちゃうまそう。では本日のお疲れ様でした。乾杯。くぅ。この、クリーミーな生ビール。やめられんな、言うて。今日お刺身。スーパーライフで買ったんやけれども、このね、お刺身がね、これ、どう言うたんやろ、めちゃくちゃええプラスチックやねんけどな。ええ容器に入っとって、この盛り付けもめちゃくちゃうまそうやねん。これ。どうですか、一口サイズのお刺身。サーモンにハマチに貝柱、マグロが入っておりますね。ね、美味しそうでしょ。言うてね、今日もうこれ見た瞬間、あ、今日お刺身食べたなったとか思って。で、こう言いました。でね、今日はね、醤油と、で、あのね、ポン酢、ニンニクポン酢で食べてみよう思って。あの、ニンニクポン酢ってさ、カツオのたたき食べるときに食べはるやんか。食べはるやんかというか、おすすめいただくやん。だから、醤油に、わさびはもうこれ。でもね、わさびこれたっぷり入れます。たっぷり入れた方がね、美味しいと思うね。たっぷりこう入れて、なんならこっちにもちょっとつけとく。つけといて、お刺身にもつける。で、もう一個は、これ、ポン酢。ポン酢に、ポン酢でしょ?ポン酢をこう入れて、で、そこに、これ。ニンニク。ニンニクたっぷり。これね、絶対合うと思うね。カツオのたたきをこれで食べたらさ、めちゃくちゃうまいやん。ね。カツオ何言うとね。ニンニクポン酢ね。だから、片一方はニンニクポン酢で、で、片一方はわさびたっぷりの、醤油でございます。こっちがね、これがわさびたっぷり。ね、いつものその、なんていうの、どこでも売ってるだけなんけど、この何?ハウスさんの本格わさびだけどね。これね、結構効くんよね。あんまり日にちを言ったらあかんけどね。ということで、まずは、なら、ハマチからいこう。ハマチから。いただきまーす。ハマチでございます。ハマチにこうチャラッとつけてね。いただきます。うん。あ、この、僕、どう言うたんやろ、アホ言うたらあかんけど。お作り食べるとき、ツーンってくるの好きやねん。お寿司でも何でもそうやねんけどさ、ツーンってくるのが好きやねんな。ほいでビール。うん。ねえ、あんまり刺激物食べたらあかんって言うんやけども、ほんまにね、昔から、うん、わさびのこのツーンっていうのが好きやってんなぁ、言うて、早速このハマチを、このニンニクたっぷり、この、大葉も巻いて、ニンニクたっぷりのポン酢の方にこうつけて、この食べ方すんの初めてやねんけど、多分ね、カツオのたたきがいけるからいけると思うね。いただきます。うん。いけるな。で、ツーンっていうのないけど、その代わり、ガツンとする、その、ニンニクの風味があるからね。これはこれでうまい。これでビール。うん。ええ感じやな。今日は、マグロがあって、で、ハマチでしょ?で、貝柱。で、サーモンにエビあるからね。エビちゃんね、僕あんまりそそ食べへんねんけど、これ甘エビかな?甘エビ僕どっちかじゃね、ちょっと苦手やねんけども、これちょっと普通のエビかな。これエビいっときまーす。エビちゃん。よし、エビ。いただきます。うん。あ。甘エビやねんけど、甘エビっぽくないな。僕ね、甘エビの、どう言うたの?ニュルっとした食感っていうかな。あれがいまいち苦手やったんやけどな。で、こっち側のエビを、このニンニク。ニンニクポン酢にたっぷりこうつけて、
ただきます。あ、やっぱこれうまいわ。ニンニクポン酢うまい、うまい。今日はね、これライフさんで売っとってんけど、やっぱりね、今日はね、4時前に行ったから、あの品数がやっぱ豊富やったら、あの何回もそのライフさん、ライフさんとか行ってんだけど、売ってないやつが売ってるからね、これ嬉しいわ。これで見る。おかわりビール。いやー、すっかりね、皆さんにもこうお馴染みになったか知らんけど、これビールサーバー、私はこの入れ方もうまいでな、うん、あの気にかけてる方がいらっしゃったからいいとこ、あのポチョッとこっから出ていったの、落ちたら、おい床にこぼれてるぞーって言ってはったけど、ご心配なく、あの下で受け皿ありますんで、うん、あのタラッタラッと落ちてくるからね、一応受け皿ありますね、ご心配なく。うまいな。で、ほんなら、マグロに、ちょっと、こういう、マグロに、ワカメちゃんとかを乗して、で、上に生姜ちゃうわ。上にわさび乗せて、ほんで、これに、後ろっ側だけこうつけて、いただきます。おぉ、このツーンと来んのがたまらんな。うん、今日ほんまね、一口サイズ、あの何回かライフさんでお刺身食うてんねんけど、まあお刺身の盛り合わせとかあんねんけど、これね、見た瞬間、今まで見たことなかったね、見た瞬間見たことなかったって言い方おかしいな。そのいつも売ってるやつあれやんか、いつも このマグロのお刺身って売ってんねんけども、それと違うっていうか、あの列を違うってその合成な感じで盛られとったから、あれとか思って。で、切り方も、ごつくって、結構ね、これごついんすよ。この、あの、ごつく切られとって、一口サイズになってるからね。で、あれこれうまそうやなと思って、前こんなんなかったけどなと思って。うん。とろとろの、この中トロ大トロかな、わさびが、仕事するねこれ、たまらんわ。おいでビール。あー、やっぱりこの何ていうの、肉もええけど魚、新鮮魚で、ほいでビールもええもんやな。次貝子、貝ちゃん、貝柱は、ニンニクおろしでいこうか。なんかニンニクおろしちゃうね、何言うねん、ニンニクポン酢、ニンニクポン酢。ニンニクポン酢ね。これ、ニンニクスライスと一緒に食ってもええんちゃうかな。うまいな。あの、そうやね。カツオのたたき、カツオ、そうやな。カツオの方が合う感じ言うたらそうやねんけど。でも、全然いける。そうやな。でも、どっちかでガツンと僕はわさび一箇所は好きかもわからんわ。うん、うまいな、変わらん。いやーうまいな。うん、ということでね、じゃんじゃん行こう。ちなみにね、今日これ何倍だ、2000円、え、1980円、これ見て、これ1980円。このね、1980円っていう、ここまでちょっと高級なお刺身っていうのはあんまなかったよ。だいたい1000円とか1200円とかやったけど、1980円でこの盛り方初めて見たから、ほんでこうできてんけどね。やっぱうまいな。この、何て言うかな、料理っちゅうたら私がご宅並べるわけじゃないんやけれども、これやっぱり見た目からね、何て言うの、大事よね。大事よねって何言うとんねん。いただこう。プーンってこんな、これ僕お寿司でもそうやねん、お寿司でもね、あの最近の回転寿司はあのわさび抜きやんか、だから最近回転寿司行ってないな、だからわさびだけをこうガバッと取ってお皿にちょっとすぐあの
なんか出して、で、回転寿司取ってきて、で、ネタを開けて、いつもそこにわさびをね、だーっとたっぷり塗るなんてして食べてんねんけども、スーンって聞くのは好きやねんな。これって刺激バカなんかな。あの、辛いもの好きな人もよう言いますやん、タバスコ。僕タバスコも好きやから。で、あの、要はタバスコ飲んどけとかで昔言われたけど、タバスコね、飲もう思ったら飲めんことないですよ。あのね、どうやったら飲もう思ったら飲めんことないですよって、その飲み物みたいに飲むんじゃないんやけど、あの、タバスコが好きな人っていうのは、タバスコの味が好きやね。だから、タバスコにその激辛を感じないっていうかな。タバスコのあの、ちょい辛っていうか、あの香りがええね。だから、多分タバスコ好きな人って、まあ、飲めるって言ったら言い方変やけど、全然こう、ねぶるっていうかな。ちょっとこう、何滴か垂らして、バッとこう舐めたかって、全然、あ、うまいなーって、辛いんやけど、あ、うまいなーっていう感じで。そうそう。それを私はこのわさびに求めてしまう。で、このわさびに、貝柱があって、ここに、わさびを上乗せて、上に何する？上にわさ、わかめ乗せようか。わかめをこう乗せて、で、これをこう醤油にあえて、これでいただく。これでいただきます。うん。そうそう。これが癖なんね。自分でも、青ちゃうかなと思うけど、これがほんまたまらんで、ね、わさび。おいでビール。うん、うまい。あんまね、開封してから時間経ったら、こういう、なんていうの、市販のわさびっては聞けへんねんけども、この、ハウスさんのおろし生わさび、これ。これね、結構開封して、どのぐらい ?2、3週間経つんかな。でも全然ね、いける。まあまあ、絞った量は量やけど。うん、これ、いきますよ。ね、やっぱり、ニンニクポン酢。これうまいな。うん。ちゅうことで、ほんな次、どれいく？次はほんな、これはね、中トロをもう一回、この、ニンニク？ニンニクポン酢やな。ニンニクポン酢にこう、絡めて。うん。うまいな。もうちょっと、そやな、薄切りの方が、ニンニクポン酢合うか分からへんわ。ごつかったらさ、何やろ、タレがつくところが、表面張力、何言うてんねん。表面張力じゃないね。表面積が、何やろ、表面積に対して、中の肉厚が分厚いから、あんまりな、その、足が入っていけへんねんよな。何個たく並べとんねん。いやいや、そやけど、焼肉もええけど、ほんまにね、こうやって落ち着いて、魚食うのもええな。今日ほんまね、お惣菜買おうかなと思ったけど、今日はお惣菜っていうか、この、何やろ、2000円のお作りだけでええなって、作りだけで酒飲めるよな、と思う。普通だけ作りで酒飲めますよね。あれ、ああ、うまいな。うん、ということで、ハマチ行こうか。ハマチは、ハマチを、カツオ、え？ハマチを、こっちで行ってなかったっけ？ハマチ。うん。うまい。ああ、いつにも増して。なんぼでも注げるから。胸詰まってもた。これはほんま危険。そういうことね。ジャバッとこう入れると、ビールが出てくる。酒が出てくるね。酒が飲めるぞ。あいいえ、飲めるぞ。酒が飲めるぞ。あ、それ!1 月は何やった？1月は正月で酒が飲めるぞ。酒が飲めるぞ。えいーね。2月はバレンタインで酒が飲めるぞ。そんなことちゃうかったっけ。な、せやな。バレンタイン、チョコレート欲しいな。今さら何言うとね。
でマグロいってみましょう。マグロね、マグロはやっぱりね、わさび醤油、わさびはたっぷり入れる方がいいですよ。あのプーンってこう感じてこれがたまらんねん、うん、醤油よりわさびの方が多いから、もう何のあの液、すでに液体じゃないねおいで、ビール、うめえなで、そこにわさびを溶く、溶くというんか、そやな、わさびで液体感をなくすそう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 、もうたっぷりとわさびが入ってるのが好きなんよね、これたまらんわ、もういい感じだな。サーモン行こうか、サーモン、あれ今日サーモン食べてないんじゃん、サーモン、サーモンはまずね、醤油でいかないと、サーモンたっぷりのわさび、うん、うまし、うましで、ツルンできた、だからうまいな、うん、おいで、ビール、ほんま、生ビール、こう週末だったら癖になってるよ、これねえ、見て、生ビール冷えてますって出てんやん、これ、見えるかなこの辺、適当にシール貼ったんやけどね、これ、なんか大活躍やわ、私のおもちゃ世のお父さん、お母さん、こういうの、どうですか、使ってみたら。ただね、準備するのが大変っていうか、今日週末やねんけど、これ、まあね、前にご説明したように中に氷入ってるんで、1回すんのに、まず最初6パック、1キロの氷あるやんか。あれ、ね、6パック、うん、6パックぐらい入れなあかんねん。だから、あれが1個200円とか200、230円。コンビニやったら250円ぐらいするからね。だから、それが6パックとかやったら、200円にしたから1200円。だから1200円とか1400円がかかるんだわ、一回やればもう無駄金やからね、氷やから。でもその分楽しめるから、まあやってみるのもどうかなと思うけどね、うん、まあお好きな人はおすすめしますちゅうことだな。もう何やかんやで、好きなマグロと、マグロはこっちで行こうか、マグロこっちで行って、さあちょっと待って、もうこっちで行こう、こうニンニク、ニンニクポン酢でいこう、両方とも。ニンニクポン酢、マグロ。うん。んで、サーモン。あ、でもあれやな、ニンニクポン酢ってほんまあれやわ。合うんやけど、ほんまカツのたらきみたいに、やや炙って、ちょっとその、皮のところが硬くなって、薄切り、かなぐらいの方の、やつの方が合うわ。だから、刺身はやっぱり刺身醤油の方が合う、刺身醤油ちゃうわ。刺身醤油にわさびか、の方が合うんかな。うまいのうまいですよ。うん。でも、味変するにはいいけどね。うん。ほんまでも、今日の刺身、薄くなくっていうかな。だいたいお刺身って薄く切ってあるけど、薄くね、見てもらえない、薄くなかったでしょ。薄いんじゃないね。ちょっとほんまね、角張ったような、肉厚があった角張った一口サイズのお刺身って、どう言ったらいいかな。いつもの刺身より食べやすいというか、食べた感じがするから、ええわ、これ。これで見る。あー、つうことだよ。久しぶりになるかな。でも、僕の中では久しぶりだけどね。お刺身めちゃくちゃうまかったわ、言うて。また皆さん、お近くのスーパー行って、ちょっと早めに行って、いつもとは違ったお刺身買ってみてはいかがでしょうか、言うて。本日、お刺身晩食、大満足でございました。ごちそうさまでした。